トリプトファン合成酵素トリプトファン合成酵素はトリプトファンの生合成の最終段階を触媒する酵素で植物や細菌は持つが動物は持たないトリプトファンシンターゼトリプトファンシンテターゼともいい EC 番号は EC4.21.20 である大腸菌から管理された酵素は α2β2 の4両体である α サブユニットは ベータに両体から分離することができ、ベータに両体は 4M の尿素による処理で分離される。サブユニットの結合は、ピリドキサルリン酸とセリンの存在によって促進される。アルファサブユニットの分子量は29,500、ベータサブユニットの分子量は45,000であり、PLP 結合部位を一つ持つ。それぞれのサブユニットが、図のように反応のそれぞれの段階を触媒する。 インドールマイナス3グリセルリン酸は、アルファサブユニットによって、インドールとグリセルアルデヒドマイナス3リン酸に変換され、β2 両体がインドールとセリンを結合して、トリプトファンを作る。α2β2 の4両体は、それぞれが単独の時よりも30から100倍も活性が高く、また反応中に、インドールが単理されることはない。メサイアナイルグルタミナイラゲネルで、 始まりセリンで終わる267アミノ酸からなるトリプシン合成酵素がかつて1913文字の最長の英単語として18世紀のギネスブックに登録されたことがある。ありがとうございます。